健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今日はですね、いつもコメントありがとうございます。コメントをいただいている中からですね、オデッセイハイブリッドを購入した時に取り付けたものをですね、それをご紹介していこうと思います。で、僕がオデッセイハイブリッドを購入してからですね、ほぼほぼノーマルで乗っていて、後から取り付けたものっていうのは意外と少ないんですけれども、僕が付けているものをですね、ご紹介できたらと思います。まず外観の方はほぼほぼノーマルです。もう見ていただいた通りですね、何もいじってませんし、リアから見ても一緒で何もいじっておりません。このドアのところにですね、無限のドアハンドルプロテクターをつけてます。これがここと後ろにもですね取り付けて窒防止をしてます。カーボン調になってますね。離れてみるとこんな感じになります。あとはですね、このスイッチ部、これ電気型のものなのでスイッチ工具型とか中期型よりも少ないとは思うんですけど、これですね、ここはね普通はついてないんですけど、これは後付けです。シートヒーターを後付けしています。これは助手席と運転席用で、5段階でシートの温度を調整することができます。これ後付けですね。それとですね、このプレミアムクレードルシートにはシートヒーターを入れています。リモコン式のこういうタイプのやつなんですけど、今は両方の座席にシートヒーター、この部分までですけどね、シートヒーターこの部分までですけど、ここから座面に対してシートヒーターをですね、ちょっと後付けで結構無理やり入れてます。対応品ではないです。と僕のシートにはですね、シートカバーを取り付けています。クラッチ用のやつですね。後ろの方もこんな感じで、シートカバーをつけております。ちょっとだけこの部分が、本側に、この部分が本側になっている、そういう仕様になっております。ただこの本側のやつはですね、冬場が寒いです。一応3列目もですね、こんな感じで革の仕様になっております。そして天井にはですね、アルパインの後部席用のモニターを取り付けています。今はですね、こういう撮影を止める機材をつけていてですね、ほぼほぼ撮影のために使っているような、そういうことになっていますけども、これを開けるとですね、12インチのモニターが出てきます。これですね、前がですね、この純正のメーカーオプションのインターナビが入ってるんですけども、このインターナビだとですね、このアルパインとか社外のメーカー品と取り付けるのがちょっと面倒くさいんですよね。直接つなぐことができないんで、そこにですね入れるアダプターが入ってます。あとこの HDMI ケーブルがですね、こちらの方に置いてるんですけども、この HDMI ケーブルにですね、iPhone のこれですね、ライトニングコネクタですね、HDMI のやつを変換するやつを使ってて、これをこんな感じでここに挿して、こっちの方のケーブルをですね、ライトニングケーブルの方をつないで、そして iPhone の方にこれをつなぐと、iPhone からですね、Amazon プライムとか、あとは U-NEXT っていうの僕入ってるんですけど、その映像をですね、後ろのモニターに映すことができます。で、
ドライブレコーダーの方はですね、ちょっと映りが悪いんですけども、プロ同士でドライブマンっていうところの朝日リサーチだったかなのドライブレコーダーを取り付けています。このドラレコはご紹介したことなかったと思うんですけども、まだちょっと動画作ろうと思います。これがフロント用のドライブレコーダーです。ちょっと逆光になってたので光当ててますけども、これがですね、後ろを撮影する用のドライブレコーダーです。ケンウッドの DRV325 っていう安いやつ使ってます。今はですね、前と後ろ両方録画してくれるものが多いんですけども、オデッセイハイブリッドを購入した当時はあまりなかったので別々で取り付けています。もう後ろはですね、必要最低限の装備でいいっていうやつで、ケンウッドの一番安いやつを購入して取り付けました。レーダー探知機はですね、ユピテルの GWT87SD っていうやつですね。古いやつ使ってます。 GPS とセパレートになっているタイプのやつですね。ここにレーダー探知機の GPS のセンサーって言ったんですかね、がついてます。もうかなり古いのでそんなに機能が必要ではないので、これをこのまま使っているっていう感じですね。ただ最近の新しいオービスとかには対応しないということなので、つい最近ですね、このレーザーのオービスって言ったらいいんですかね、最新のオービスに対応したユピテルのこの何番だったかな、 LS10 だったかなを取り付けました。これは最近ですね。まだどっちが先になるのかはわからないですけども、紹介動画も作ったので、またよかったら見てください。あともう最近取り付けたものにですね、最近というかプレミアムクレードルシートの横にですね、こんな感じで、まあ携帯とかペットボトルが入るぐらいのこの袋だけつけています。普通のなんかゴミ箱みたいなやつですよね。もうここしかつけるところがなかったので、電気型はですね、収納がかなり悪いのでここにつけます。これが車用のアルマのディフューザーですね。生活向きっていうところで購入しました。どうしてもですね、芳香剤が僕好きになれなくって、アロマがめちゃくちゃ好きなので、これを使って車の車内にですね、アロマの香りを充満させて楽しんでいます。ここにですね、こういうシート入ってて、このシートに好きな自分の好きなアロマを垂らして入れて、この電源を押せばですね、アロマの香りが広がってくれます。スマホホルダーですね。 Amazon で購入した安いやつつけてます。で挟み込むタイプの、あと軸もですね、ここの軸とここの軸で調整できるので、ここと、ここのアームとですね、それとここの部分のアームが動きます。それと縦横ももちろんいけるので、スマホホルダーもですね、たまには使ってるんですけども、ただこれ吸盤で取り付けるタイプでですね、今はしっかりついてるんですけど、持ちちゃうんですよね、よく。だから使わなくなってますけど、一応ですね、こういうスマホホルダーも取り付けています。はい、ということで、オデッセイハイブリッドを購入した時に取り付けたものをいくつかご紹介させていただきました。あんまり僕がですね、新しく買ってから、たくさんの何かをつけたっていうわけでは、ないのであまり参考にならないのかもしれませんけども、オデッセイハイブリッドに乗った時ですね、これあったら便利だったとか、まあそういう装備でもありますので、まあいろいろ取り付けた中でですね、やっぱり役に立つのはですね、シートヒーターなんかを冬場はすごく重宝しますし、後ろの後席のモニターもですね、やっぱり子供が小さい時はすごく便利が良かったです。今はもうほとんど使わないですけどね、ほとんどっていうか使わないですけど、であと動画の中では言えてないんですけども、ボディの方はですね、コーティングしています。それがピカピカレインプレミアムっていうやつを使って2度塗りしております。だいぶこれをすることでボディツヤツヤ保たれてるかなっていう感じがします。ただですね、それはピカピカレインプレミアムを使うだけではなかなか難しくって、その後にナノピカレインっていうやつを使ってお手入れ剤みたいなやつですね、それを使わないと撥水はちょっと落ちるかなとは思いますけども、ボディは綺麗な状態を保てている、そういう感じです。はい、ということで今回はオデッセイハイブリッドを購入した時に取り付けたものを
紹介しました。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございます。